こんにちは、大竹しのぶです。あれだけの大きさがあるのに、なんか包み込まれるような感じがして、本当にやりやすい劇場だなっていうのを、スタッフさんとの仕組みとかも含めて、今の新しい劇場とはちょっと違う雰囲気があるので、なんか懐かしい感じがするし、大道具さんも その劇場好きの大道具さんたちがいらして、なんかあったかい感じがします。サンババとかも、人参もやりましたね、はい、元の木阿弥も演舞、あれが最初ですね、はい、2020年に初演を迎えました女の一生が再び幕を開けます。私は布吹圭という10代から50代後半までの女性の女の一生を演じます。本当に宝石のようなセリフが散りばめられていて、どの年代の方が見ても心に残るお芝居だと思います。たくさんの方に劇場に来ていただきたいと思っております。お芝居って本当に楽しいです。ぜひ客席に座ってこの感動を味わっていただけたらと思います。みんなで一生懸命頑張りますので、劇場でお会いしましょう。